はい、こんばんは。えー、っと、その後のですね、マロンちゃんなんですけども、うーん、兄弟と走り回ってるそうです。で、今日次男がですね、来てくれて、話を聞きまして、うーん、まあ、あまりにもやんちゃすぎて、食器棚とか、いろんなものを <laughs> 破壊してるそうで <laughs>。 まあ慣れてきたみたいですね。で、あっちにフェレットが3匹いるみたいなんですけども、うん、マロンちゃんは、なんか3匹に <laughs> 一気に攻撃されるみたいで、我が家のベガ君としてだけだったらまだ反撃できるみたいですけど <laughs>、まあ、マロンちゃんはちょっと、 3対1はちょっと無理だみたいですね。お父さん、お母さん、あとは兄弟、どちらかが男の子か女の子か、上か下,下かわからないですけど、いるんですけど。で、マロンちゃん入れて4匹、四人、四匹。うん、兄弟と、もしくは親とは仲良くやってるみたいです。よかったですね。ええ ちゃんはもうマロンちゃんがいないので自由に我が家を好き勝手に動いておりますベガー君も1日1時間ぐらいですね、えー、部屋の中動かして遊ばせておりますうんまあとりあえずそんな報告になります まあ、とりあえず、まあ、そんな感じです。はい。すいませんが、ご、ごということで、えー。まあ、自分も、何なんですかね、落ち着いてきたんでしょうか。うん、ちょっとよくわからない状況です。まあ、前に比べればまあ、足なのかな、なんて思いたいんですけど、まあ、まだ、いろいろとですね。 うーん気持ちが落ち着かないのがうーん本音でしょうか。えっと、皆様、いろいろとですね、お気遣いいただきましてありがとうございます。今、動画に映っているのはトマトです。あ見ればわかりますよね。えー、<laughs> そんな感じで <laughs>。 まあ、そんでそういうことで、ぐだぐだでお酒飲んでおります。でも、普段はお酒を飲んでないです。全然飲まなくなりました。そういうことで、お知らせでした。失礼します。おやすみなさいませ。